なオープニングマッいや最近ね2日間ぐらいオープニング作ってなかったんだけど、コメント欄がめちゃめちゃすごいのよ。オープニングはまだですか、オープニング作ってないどうした、みんな中国みたいなになってんじゃんか。でね、作らなかったのにはちゃんと訳があんのよ。まあネタ切れもそうなんだけど、僕がオープニングで使ってるギミックって他の人が見つけたギミックを丸パクリして作ってんのよ。提供されてるわけでもないのにそういうのいいかなと思って、ちょっとためらいが生じてしまったね。だから今後こういうオープニングを作っていけるかわかんないね。まああとは単純にネタが不足してるから頻度は落ちると思います。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもマチキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコーストトロールレッドデビルということで、赤い悪魔ということでしょうか。で、この制作者さんね、あんまり見ないと思うんだけど、僕個人的にめちゃめちゃ好きな制作者さんなんですよね。この方が作ったコース2つしたことあるんだけど、めちゃめちゃ面白かったんだよね。だから今回も期待大だね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.88%。 そんで最近さ、雨がめちゃめちゃ激しかったと思うんだけど、みんな大丈夫だった？僕自身は全然大丈夫なんだけど、雨と雷の音が激しくてさ、ちょっと寝不足になってしまったんだよね。まあ寝不足になると熱中症になりやすいみたいだから、みんな気をつけてね。開幕バブル。このコース速攻でバグ使ってきてないか。デカキノコの出方がちょっとだけおかしいような気がするんだよな。いいよいいよ、全然いいや。バグなんていくらでもかかってらっしゃいさ。さあ上から行けばいいと思うんだけど、下の息アップすごく怪しい。あれは息アップと見せかけて普通のキノコなんじゃないのか。なるほどね、そういう駆け引きみたいなこともしてくれるんだね。駆け引きといえばこのトロール名人のメンタリスト、いやネタキングが。やせろー、トロールなんて一度引っかかればこっちのもんよ。僕を舐めるな。巨頭じゃねえか。完全に舐められてる。このコースから完全にあるに絶対右からなんか出てくるだろ。上だ、絶対右からデカキノコがなんか出てくると思う。そして下に進めませんよみたいな。どうしよう、ここなんか出てくる。全ての罠に引っかかってんじゃないの、これぐらいでさ。そこまで取れなきゃいらねえんだって。そしてここを右からなんか急に出てくるみたいな。耳に神経を研ぎ澄ますんだ、よく聞け。そんなのわかるか。いやずるいって、無音で出てくるのはさ、耳に神経研ぎ澄ました意味ねえじゃんか。じゃあ左のハテナブロックは何、叩いたらダメっていいのは分かってんだ。でも僕は叩く。ここまでが僕のオープニングだ。ここから本気を見せようじゃないか。ドアに入っても焦らない、騒がない、そして絶叫なんてしまだだだだドドドドドドッタンバッタ。やべえね、バグりすぎてる。やっぱハッピーさんのコース面白いな。やってる僕もハッピーになる。そしてここは上を失敗すれば大丈夫ってことでしょ。で、このコースをされてるハッピーさんもハッピーになる。見てるみんなもハッピーになる。ウィンウィンウィンじゃねえか。ゆるーって。たまにさ、ああいうシンプルな隠しブロックあるとめっちゃ面白いよな。じゃあ左側だ。うるさ。なんでどうする、ずっと左側来てんの。そのせいでバネがうるさいんだって。ちょっと落ち着けってお前ら。じゃあここは見っけないけってことね。そしてこのキノコを取ってあの音波踏んだらいけないと思う。まずい。じゃあここしゃがんで抜けようか。はっ、えっ、動けないんだけど。ブラパクだって、帰れ今すぐ帰れ、帰れ。じゃあこの音符普通に踏んでいいのかな。普通に踏んでいけるような気がしないんだけど。すげえ。え、何が起きたんだろうな今。いや、オープニングでパクりたいものだらけだぜ。そして次は右や左どっちだ。右から行ってみようか。だー、もういいって。もう2分の1外す系が見飽きちゃったって。そろそろみんなもそう思ってるんじゃないの。よくコメントでわざと外してるんでしょとか言われるし。じゃあやってみてくれよ。2分の1を外すように誘導してる制作者さんがすごいんだからね。だから僕は普通さ。さあここは土管に入れませんね。ここさ、左の方砲台にくっついておけば太陽かわせそうじゃない。そろそろ終わりにしようや太陽ちゃん。ここでジャンプしてかわす。オッケーオッケー。でボブ兵が出てくんのか。そんで右に進めと。でこのリフトバグってくるんじゃない。右上は行けそうだけどちょっとやめておこう。何をしてくるんだろうこのリフト。え、何もしてくれ。この雲の上でいいのか。バリやろー、怖い怖いよこのドロールコース。マジで何が起きてくるかわかんねえもんな。そして右のドアに入ればいいのか、左にジャンプしたら何かあるとか。なんかあるよ。いや絶対ね、左行っても何もないと思う。だから右のドアに入っていこうか。そう
ういや最近さアニメだけど推しの子見たね。あれめちゃめちゃ面白くない？いやネタバレできないのがちょっと悔しいな。ネタバレできないでどう面白いっていうのは難しいんだけど。いやこれ右行っていいのかな。いや絶対ここパーリスト戻ってこれなくなる。おいだちゃんって押し出された時点でなんとなく察したわ。じゃあこのコイン取れば何があるもん。何もねえじゃねえか。じゃあサンボお前やらればいいのか。なんか違う場所に行けたよ。こっちは何。あら次こそドアに入っていこう。そろそろ違うポイントあってくれてもいいんでねえの。まだない感じだね。じゃあこれは上から行けばいいのか。なんちゅうことすんだ。踏ん張れピオキング。もうすぐ中間ポイントがあるはずなんだ。じゃあ右まで行くなっていうことだったんじゃない。そしてすぐ上に隠しブロックなんか設置しちゃって。ここも隠しブロックあるんでねえのないね。じゃあ右まで進んでいこうか。ババババ。もうここまで来たらね中間ポイントなんて邪魔するな。俺を通る場所全てに道を開けろ。そうだそれでいいんだ貴様。こんなに罠に引っかかってたらね口も悪くなるってもんさ。僕今日から口が悪い系実況者になろうかな。なんて言えばいいのかな。バカとか。おいおいおい何かまずいのかしかしねえぞこのブランコは。なんだ何をしてくれ。素直に中間ポイント取らせてくれとか。なんでこのブランコ出るぞ。UFO キャッチャー UFO キャッチャーの200円のやつでそんなに取れないやつ。何を言ってるんださっきは。今日ごめんねなんかまたブランコだからなんでよ。何が起きたのこのブランコに乗った瞬間みたい。じゃあどうやって行けばいいのよ。急いで行ってみようか。ここで乗った瞬間ジャンプ。あの土管の上のブロック気になったよね。ちょっとそっちも行ってみたいけど後で行ってみようか。このコイン取った瞬間 P スイッチが発動する。エンジェルモグラー。この右のブロックすげえ気になんない。実は開きますよみたいなそういうことはなさそうだね。なんだ罠があることを期待しちまったぜ。さあすぐに右に行こう。ここはエンジェルモグラーが出るからね。そんでこのドッスーのところ行っていいのか。いや絶対ダメだろここドッスー突き抜けてくるとかそういうことはないかな。それとお絶対に下に落とす気なんだよ。そしてどうすんでやられますみたいな。でこの上はツタに捕まっていいのかな。一旦ツタに捕まっておこうか。それは辛くないか。この仕掛け見たことあんな。確かのっぺらぼうさんの。あ砲台って便利だよな。どんな使い道でもできるじゃんこんなんだったらさ。いやだってってね。次から次へと罠がすごいな本当にこのコースは。じゃあ今度は砲台落ちてこないのかい。大丈夫かな。ツタにつけまっておこうか。大丈夫みたいだ。いい加減にせんか。何今日のコースとんでもなく当たりコースなんじゃない。じゃこれジャンプしてるっていう感じで。お前何なんだ鍵とか持ってんじゃねえのか。一旦倒してみようか。何も持ってない可能性もあるけど鍵ぐらい持っとけこのハエが。じゃあ何もしないでいいですよね。いやここねてっきり石エイジがいなくなると思ったね。走ってっていいのかい。なら走ってったらダメなんだろ。いいのかい花親じゃ。右に行ったらすぐジャンプすぐジャンプここですぐジャンプオッケー。そしてこのパンが発動させなきゃいけないとかそういうこともありそうなんだけど。誰か助けて。バグりすぎにも限度があるって。もう石エンジが落ちてくるとか思わないじゃん。じゃあ左に隠れておけばいいの。この氷の場所かな。で左向いてたらあーディスティアンド。そっかそっか左向いたままだったらこの針に当たっちゃうんだね。だから一旦右向いて上に行かなきゃいけない。そしてここは叩いていいのかい。一旦上まで行っておこうか。じゃあ叩いてみるよ。え？これどうやって行けばいいの。じゃあ隠しブロックあるみたいな。わかった。隠しブロック叩いたらダメなんだ。もうねこの方のコースの大ファンですよ僕。こんなに楽しいトロールコースを作ってくれるんなら他のコースもやってみたいと思うね。じゃあ上のオンオフはできるわけではない。いやこのリフト絶対バックるよ。乗った瞬間ジャンプしてみようか。いつだから。いやまだ全然間に合うよ。そして右のブロック開くんじゃない。右行った瞬間左行ってみようか。開かないの。え、これじゃあどうやって行けばいいんだろう。左のパンはなんだろうな。あっち行けるみたいな。いや、わからんね、ここ。リフトに乗った瞬間、左を進化してみる。これでなんか変わるようなことがあったらいいんだけど。
いや違うんだって。これさ、今思ったんだけど合ってるんじゃない？右側だけ出しておいてドスを出させないようにするでしょ。そしたらね、下にあるパワーブロック発動しない。それであの壁の向こう側にいる何か、多分ボム兵かなんかいると思うんだよな。それが発動するようになるみたいな。どうだ、やっぱこの生き方は分かんねえって。まあ生き方合ってるか分かんないんだけど、これ以外に方法がないんだよな。じゃあ石以上回避していく。怪しいこの四角の枠、隠しブロックか何かあるんでねえの？分かってんだよそんくらい。じゃあ進んでいこうと思ったけどキノコがあるね。このキノコ立って行ってみようか。実はすぐ、あっ成敗されてないでござるよ。僕を騙そうたて 2,3 分早いね。なんならこのオンを踏ましていこうじゃないか。成敗されてでござる。ここのキノコ取っていく。なんかあからさますぎんだよな。実はキノコ取ったらダメですよみたいな、この扉の先そう言ってるかもしんない。キノコ取っていくのが合ってんじゃん。よしよしよし。でこのオンオフは分かるよ、さすがに絶対に敵が下から来るみたいな、そんな感じなんじゃない。待て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 、ウケるぜー。多分ここでジャンプすれば OK。 よしよし。うわ、嫌な位置に針があんな。そしてベルトコンベヤーもあるよ。これはジャンプしていけるか。誰も当たらないよ。よし、ブーじゃねえんだよ。わ、これすり抜けると思ったらすり抜けないね。じゃあブロックを壊して、あ、デカキノコを持ってこいってことか。グロイド邪魔すんだ。いや、うまいね。あのデカキノコで裏にあるフラワーを見えなくするなんてさ、これは結構引っかかる方いるんじゃないかな。じゃあクッパクラン行こうじゃな。うん、クッパクラン乗れないのね。じゃあ下に行こうかマリ。やっほー。恥ずかしいわ、自信満々にイヤホーとか言ってた自分がさ。じゃあここでファイヤーフラワーに乗ってったら大丈夫みたいな。はいはい、そういうことね。そしてこれはしゃがんでっていいのかい。でチビにならなくちゃいけないというわけですね。僕は舐めるな。見た。これが一発マリオ名人だ。さあこの中間取らせてくるのかい。オーケーオーケー、中間ポイント無事に取れたね。また砲台が出てきやがったよ。あっちー。さあこの方のコースはね、1作目2作目やった時にチェックポイント2からゴールまでが早かったような気がするんだよな。でさっき気になったんだけど、こっち何なんだろうなと思って。さあ大遊びは終わりだ。すぐにゴールしてやろうじゃないか。右と左どっちない？このツタもすげえ怪しいけど特に何もない。じゃあ右を信用してみるか。よしよし、今日も2分の1あったよ。そしてこの派手な鉄球が出てくるみたいな。あなんで成功するときって大体2分の2なんだろうな。じゃあここで避けていく。そして、うん、投げすぎだよ。うん、ちょっと待ってて、落ち着けて、落ち着け、落ち着け。右の土管に入ってみたいんだ。上の土管がすごく気になるんだ。でもこの鉄球出すの早すぎていける気がしない。タイミングを見極めろピオキング、お前ならいけるはずさ。このタイミングだ。いや、いや、そういう感じね。なんだ、罠を仕掛けてくると思ったのに何もない隠しブロックか。じゃあこのまま上に行こうじゃないか。そして上のパワーブロックを叩いてこのブラパを倒せばいいのかい。倒した瞬間すぐ上に行こう。これさ、左上の土管も罠なような気がしない？右上の方が正解ですっていうことがありえるよ。うわ、どうしよう、一旦これ叩いてみようか。何が出る。いや、これは全然いい。あ危ねえ。これ左行けなくなった。いや、行けるのは行けると思うんだよな。でもこっち気になるからちょっと行ってみようか。うわ、罠っぽい。下行ってみる。こっち行けば何があるのか。ドス、降りてきてくれ。お前だけが頼りなんだ。もうドス上にやんなって。このパワー発動したらどうだ。死ぬ。なら何もしないで素直に土管に入っていこう。土管の左側もすげえ気になるんだけど、今度はスネークブロックか。お願いスネーク、ゴールまで連れてって。もうそろそろゴールがあってもいい頃だと思うんだよね僕。もうそんなちょこまかすんなって。わかるよ気持ちは、はしゃぎたい気持ちはさ。もうすぐの、今度はリュウトン乗れってことか。このリュウトンが連れてってくれとか、本当に爆弾ここからやめろって。え、何、急にミニゲーム、弾を避けるミニゲームをしろってこと。耐えきるじゃねえかこんなの。ゴールあったよ、頼むゴールさせてくれ。やっ
っぱ中間ポイント2から早かったね。そしてこのハッピーさんのトロールコースマジで楽しい。ちょっと難しいけどマジでおすすめの制作者さんですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース5連坂足すということで、このコースね、おそらく投げたメットを踏んでどんどん上に進んでいけっていうコースだと思うんだよね。それを5回成功させることができたらゴールみたいな。これめっちゃ面白そうじゃない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.81% で、みんなタスっていう意味知ってるかな。ツールアシステッドスピードラン、もしくはツールアシステッドスーパープレイって言うんだけど、まあ要するにすげえっていうことで。あ、10秒しかないのね。これを投げて登っていけっていう感じだと思うんだけど、こんな感じかな。どんな感じだよ。やばいね、手をつけちゃいけないものに手つけたかもしんない。この辺か。お先真っ暗ばい。クルリン入れなきゃいけないのかな。一旦クルリン入れてみる。クルリン入れたらいけそうな気するね。今当たってしまったけど、クルリンを入れたら踏めることができますみたいな、なんか踏めそうな気するんだよな。あとはタイミングの問題だね。いつ投げていつクルリンをするか。崖ギリギリまで走ってってみようか。そして投げてクルリン。投げるタイミング少し早めてみる。この辺かな。来た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 、カポンじゃないんだよ。でももう分かっちまったよ。あとはこれを5回繰り返せばいいだけなんだ。いや近いよ、ゴールが。希望が見えてきたね。あとはこれを5回成功することができればゴールなんだけど、これどうしたら3回目カポになっちゃうんだよな。メットをかぶるってことはメットの下を行ってるってことでしょ。持って投げた瞬間すぐクルリンみたいな。どうだ、これがカポン名人だ。騒ぐな、持って投げた瞬間すぐクルリンだ。それを頭に入れておけ。すぐクルリン、すぐクルリン、すぐクルリン、クルリンのことか。そんなギャーギャー言いながらするコースじゃねえだろこれ。もうちょっとさ、もうちょっとすぐくれ、すぐくれ、くれれくれれ、でここがどうかいいの、わかるか。最後どうすりゃよかったの。いや最後のあれマジで意味わからんやろ。あそこまで行くのにめっちゃ難しいのにさ、もうかぶっていこうか、かぶってどうすりゃいいの。やったー。マリオタイム。その中にゴールがあったね。こんな難しいコースなんだから、そんな隠し方しなくてもいいじゃんか。はい、それじゃあこの5連坂出す、見るだけだったらめっちゃ簡単そうに見えたと思うんだよね。でもマジで挑戦してみて、相当難しいから。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。